モンスターハンターワイルズの世界へようこそ。今から我々が向かうのはギルドが調査したことのない未踏の領域である禁足地。数年前、人がいないはずのその地で守人の一族を名乗る少年ナタが保護されました。謎のモンスターの襲撃から単身逃げ延びた彼の言葉を手がかりに、ギルドは調査隊を結成します。調査隊を組む必要がありそうだな。こうして白の護衛と呼ばれるモンスターの調査と守人一族の救助を任務とした旅が始まります。申し遅れました。あなたの案内をさせていただくアルマと申します。さあ、共にこの世界へと踏み出してみましょう。私たち禁足地調査隊はハンター、編纂者、武器防具の加工屋、お供アイルーの3人と1匹で編成された小隊で、様々な任務に赴きます。あなたは武器の使用を許可され、モンスターに立ち向かい狩猟するハンター。私アルマは狩猟の情報提供やクエストの管理、狩猟の許可を行う編纂者です。加工屋であるジェマさんはモンスターの素材で武器や防具を生産、強化してくださいます。完璧。あなたの相棒お供アイルーさんは狩猟をサポートしてくれる頼もしい存在です。ここは任せて。いくつかある小隊の中で私たちは鳥の隊と呼ばれています。場合により星の隊の方々など別の小隊と共に任務へ向かうこともありますね。そうだな。ギルドには特殊な任務を受けようチームがいくつかある。私たちはそのうちの一つだ。調査隊が最初に訪れる隔ての砂原は、気候の移り変わりにより自然の豊かさと厳しさ、双方の表情を見せる土地です。飢えた肉食モンスターが争う荒廃期、砂嵐の到来で雷鳴のとどろく異常気象、嵐が去った後に訪れる命あふれる豊穣期。環境が変化するたびにこの地の生き物たちも行動を変化させていきます。同様に私たち調査隊も環境へと適応した行動が求められることでしょう。隔ての砂原では多様な生物が環境に順応し生息しています。例えば強力なボスを中心に群れをなすこともある土砂グマ。こうした複数の大型モンスターと一度に対峙するのはとても危険です。ボス個体を狙うのであればアイテムを活用し群れを分断して狩猟に有利な状況を作り出しましょう。砂地で生息するバーラハーラは長く柔軟な体を生かし、砂地とその地中を自由自在に動き回ります。時には巨大な流砂を作り出し、ハンターだけではなく大型モンスターをも飲み込むことが確認されています。大きな舌が特徴のチャタカブラは鉱石に囲まれた岩盤地帯の住人です。粘着性の唾液をまとった前足に周囲のものを付着させ自身を強化します。特徴的なその舌は同時に弱点でもあるので、露出した時こそが絶好のチャンスです。狩るか狩られるか、そうした自然の摂理の中でモンスター同士が争うこともあるようです。隔ての砂原における弱肉強食の頂点、そこに君臨するのがこのレダウ。砂嵐と共に現れる姿が確認されています。落雷を伴う砂嵐に適応し、
再電能力を生かした放電攻撃は脅威そのもの。討伐を目指す場合は十分にご注意ください。狩猟の合間に足元や木の上へ目をやると、小さな環境生物の生態が観察できます。こうした生き物たちもまた様々な適応の形を見せてくれるでしょう。どれほど体が小さくとも激しく移り変わる環境を生き抜くそのたくましさに感心してしまいます。ここは調査隊の拠点、ベースキャンプ。武器や防具の生産から物資の補給まで、さまざまな施設を備えた調査隊の中心部です。そして広大なフィールドを探索する際に便利なのが簡易キャンプです。数に限りはありますが、特定の場所への設置が可能です。簡易キャンプはファストトラベルの目的地。装備の変更、アイテムの補充など、いろいろと役立つことと思います。しかし場所次第ではモンスターに見つかり破壊されてしまうこともあるようです。便利ではありますが、設置場所には気をつけなければいけませんね。隔ての砂原に住む人々との新たな出会いもあります。私たちが触れたことのない文化との出会いは調査の大きな糧となりそうです。この地では新たなモンスター、人々、そしてまだ見ぬ景色が待っていることでしょう。そうそう、使いたい武器は決まっていますか？狩りの準備は武器選びから始まります。近距離での強力な一撃か、距離を取っての素早い連射か、守りを固めた鋭い一撃か、目にも止まらぬ素早い連撃か、14の武器種からあなたのスタイルに合った武器を見つけましょう。迷っていてもご心配なく、最初に私がご相談に乗って差し上げますから。機動力重視ならこの武器と相性が良さそうですね。ハンターは武器に限らず、しびれ罠や樽爆弾などのアイテム、他にも環境生物、自然の罠や地形など、状況に応じてあらゆるものを利用しながらモンスターの狩猟を目指します。もちろん腹ごしらえもお忘れなく。携帯焚き火台なら場所を問わず食事ができますよ。それにお肉だって焼けるんです。上手に焼けました。小さな相棒であるお友さんも多様なサポートをしてくださいます。罠でモンスターを足止めしたり、ダメージを受けた時には回復に駆けつけてくれることも。それ回復、さすがあなたの相棒ですね。背中は任せてよ、いつでも僕がサポートするからね。そうそう、体力ゲージが大きく揺らいだ時はどうかご注意を。残りの体力が尽きてしまうほど強力な一撃が襲ってくる予兆ですから。広大なフィールドを駆け回る際にはセクレトがハンターの足となります。狩猟ターゲットのモンスターやマップから設定した目的地まで匂いを嗅ぎ分け運んでくれます。騎乗中でもアイテムの採取や使用のほか、抜刀しての攻撃も可能ですよ。モンスターに吹き飛ばされてもセクレトを呼び寄せることで窮地から救ってくれるでしょう。狩猟にも探索にも
この機動力は欠かせませんね。一人で立ち向かうのが困難な相手にはチームワークで挑みましょう。救難信号を上げることで最大3人のハンターたちが駆けつけてくださいます。マルチプレイ時はオンラインでつながった世界中のハンターたちがあなたの仲間として集結します。もしマルチプレイの人数が足りない場合やシングルプレイで遊びたいときはNPC のサポートハンターたちが助けてくれますよ。狩猟で得られた素材を使い武器や防具を強化しながら仲間のハンターたちと共に様々な任務へと挑みましょう。モンスターハンターワイルズで始まる新たな狩猟生活をどうぞお楽しみに。